貫之です、今日はゲストの井上雄大くんに来ていただいてます。よろしくお願いします。どうしたお前、おしゃれやな。え、どうしたの。え、これスタンダードですよ。いや、ミスターチャンネルが超久々なのよ、またね、まあ、視聴者の方にそろそろミスターチャンネルもう終わったんですかっていうコメントもあったんで、それは困るな、ね、だからちょっと今日はね、雄大に雄大に来てもらってそこで俺そう、雄大のやっぱり雄大評判いいらしいのよ。いや、よくないでしょ。だから雄大に来てもらってね、今日は内容は何ですかね。ちょっと9節終わったんで J2 を振り返っていただきたいな、うん、今日はそういう内容なんで、今のちょっと暫定 J2 の順位ですかね。第9節が終わってこんな感じなのよ。ちょ、見てんのお前サッカー、逆に。はい、サッカー J2 見てる。いやいや、俺っすよ。いや、俺だから心配なのよ。見てんのハイライト見てハイライト。いや、だいたいどうですか、今こういう横浜 FC が首位ですけど、はいはい、今、ね、プレーオフまでの6位と今大分の順位なんだけど、見た感じどうですか。いや、もう単純に横浜 FC はずっとなんか連勝してましたし、スタートダッシュはすごいこうできたのかなっていうのは思いますし、まあ大分は正直まあキャンプとかでまあ地震だったりとか、まあコロナの影響でキャンプがこうちゃんと組めなかったじゃないですか。そうね、うん、実際その影響は最初あるんかなと思ってたんですよ。なんででも最近徐々にこう上がってきてるんで、まあ今から全然まだ1年長いんでチャンスあるかなっていう感じでは思ってます。なんか真面目なコメントちょっと面白くないね。で、町田もですね。いや、どうぞ町田。町田もなんかすごく調子よくて、はいはい、本当1位2位に食い込んでいってほしいなっていうのは思うんですけどね、うん、ポポビッチ体制で3年目ですかね、うん、今ね。そうです、今年勝負ですね。ね、今年勝負だもんね、うんうん、すごくいい内容で勝ってるし、ね、あとやっぱり前にいるよね、選手が、いい選手が。あ、でもなんか大学生とか出てるし、うん、出てる。町田は本当に絡んでくると思うよ。まあ、ポポ上手いですからね、若手こう、うん、あれするのがですね、うん、崩れることはないんじゃないの、なかなかね。あー、ポポ、そうですね、うん、あと他のチームはどうですか。いやー、まあでももう見ての通りですよね。だいたいまあ上に上がってくるなみたいな感覚のチームじゃないですか。もう引き出しなし。え、引き出しがもうない。もう喋った以上だそうです。以上だそうです。でもすごいですね、群馬。群馬すごいよね。申し訳ないですけど、監督誰か知ってる。え、監督、群馬の監督、秋葉さん。秋葉さんじゃなくて、秋葉さんは今水戸だから群馬誰だっけ。群馬の監督、ヒント、元レッツの監督。え、浦和レッツのね。ああ、はい、ああ、ロンギのああ、だから、うん、だからね、すごいですね。でもここまで群馬、うん、いや、すごいです。戦い方は硬いよね、群馬は。もう新潟も上がってきたし、まあ、仙台もね、まあ、降格、J1 から降格して実力ある選手いるからね、まあ、ここのノールとは。ベルディもすごいいいチームやね。ベルディは今年面白いです ね。サッカーがすごい、サッカーが本当に面白い、うん、ベルディらしいサッカーもするしさ、ーハードワークめちゃくちゃするからね、前から。多分大分のしたかった 4-3-3 をしてるのが東京ベルディ。そうなの。ベルディ戦はね、大分はちょっと負けたんだけど、アウェーですごく内容が濃い試合だったね、前半からね、両チームとも。まあこういう試合に勝っていかないと、大分もこういうね、まあまあ、上位にはいけないね。まあまあ、うん、勝ち点だって今12で、9節で23、まあ、3試合以上離れてるからね、大分は。いや、まだ33節ありますからね、まあ、9終わって。まあでも、あと直接でも負けてるから、この2つね。いや、大丈夫です、大丈夫。あ、大丈夫です。ポイントはどうですか、このポイント。夏。夏場、やっぱり。はい、夏やないとかないかなと思いますね。夏を乗り切るかどうか。そうですね。夏は本当にポイントだと思うよ。夏は勝負だと思うんですよ、やっぱり。そこで、ね、連戦とかももしパパってあった時は、はい、もう総力戦になるし。でも本当に分かんない、コロナとかで、ね、出れない選手とかこう結局こう本当にこうチーム全体でこう戦っていかないといけないっていうのは、多分より強いと思うんですよね。まあ、だからまだ何が分かるか本当分かんないです、ぶっちゃけ。で、今夏の戦いとはって出てるけど、夏の戦い方はどういう戦い方をすればいい。逆に走った方がちですね、正直。あ、走った方が、あ、絶対動けないんで。もう正直もう、そうね、走ったチームが
勝つにはなかなかやっぱこう手が空くんじゃないかなと思うんですよね。確かにね、相手より走り切ったところでやっぱり不利になれたりするし、ね、そうですね、まあ、だから逆にですね、なんかみんな省エネでこうあれしようって言うんですけど、まあ、今は本当にビルドアップしながらポジションサッカーしてるチームが多い中 で, 多いです、ね、はい、その中でやっぱりその中で走る、長い距離走るとか、ね、はい、そういうチームをやってる方が、まあ、だからベルディとか今話聞くとアグレッシブに行く、うん、若いっていうのは、うん、意外に波乗ってね、うん、夏場は通り行けたら、うん、意外に行くんじゃないかなと思うんですけどね。大分の試合これかな、ね、先生徳島戦、まあ、一番ね新しい試合ですけど 1-0 これは見ました。そうですね、これはもう一切マジで見てないですこれは見てない。え、何しに来たの今日今日、え、今日呼ばれたんで来ました。本当今年の長さはすごくいいよ、うん、本当切れてるしポストプレーもね、前でためもできるし、はいはいはい、まあ、特にやっぱり高さがあるから、まあまあまあ、セットプレーでもそうだし流れの中でも決めたりしてるんで ね、まあ、今特に調子いいのは前線が調子いいね、攻撃陣がみんな今、小屋もそうだし、小林誠吾もゴールしてるし、伊沢もね、徐々にコンディション上げてるし、前線はすごく良くなってきてるんでね、やっぱ守備かなって、あと、まあ、この試合はクリーンシートで、やっと初めてゼロで抑えたのかな、すごくいい流れだったんで、まあ、これをね、やっぱり内容っていうよりは、今は勝ち点3が欲しいじゃん、絶対。まあまあまあ、そうっすね。J2 の戦い方として、1-0 で勝つチームがいいのか、3-2 で勝つチームがいいのかっていったら、どっちなんですか。いやどうやろう、でも例えばその3点決めてて2点取られて終わる試合と、うん、今 2-2 の状態で勝ち越して試合を終わる試合とでやっぱまたちょっと違うじゃないですか、まあ、だから違うな、はい、だからその数字だけ言われるとちょっと難しいですけど、まあやっぱ終わり方がいいとこの方がやっぱ次につながるのかなっていうのは単純に思うんですけど、ね、うん、すごくいい例えしたね本当に今ね、分かりやすかったね。マジですか、うん、普通なんですよ、ね、2-0 から3-2で勝つより本当に 2-2 で3-2で勝った方が勢いもつくしね。そうですね、まあ、修正点はいっぱいあると思うんだけど、まあ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 、2-2 から3-2で勝つ方がさ、もうちょっと雰囲気もさ、まあ、勝ったんだけど、ね、ちょっと ね、そう全然違いますよね、うん、気持ち的な部分もやっぱり課題があるっていう。今 1-0 はどうですか、無失点で抑えて。 1-0 だからすごくいいのよ、すごく1-0ってやっぱ難しいんですよね、正直、うん、やっぱ多分もう最後になるとやっぱもう徳島は絶対こうパワープレーが来るんで、うん、それをね受けすぎたらまたこう事故起こって点入ったりとかもするし、うん、そうなんだよ、本当に難しいですね。それはだからチームで勝ち取った勝ち点3だなっていうこの試合を感じたから、うんうん、まあ、次につながる試合をしてくれたんで、まあおのずと上位に行くんじゃないかなっていう。まだ J2 の中では個々の能力高いから、高い、絶対高いです。大分はね、はい、で去年までいた選手も多いし、まあ関係性っていうのはすごくいいと思うんでね。あとはこんな今流れですけど今日はもうこんな感じでいいねえ、ね、俺も結構もう引き出し出したし、もういい、もういい。じゃあ最後、あ、9連戦僕は9連戦今から9連戦11連戦の後に9連戦が終わる。大分はあのルパンカップもあるの、ね、それきついよ。ルパンカップもあるし、まあね、これは今回ワールドカップイヤーだから終わるのが早いのよ。だからそういう部分でも過密になってるんだけど、結構きついな、え、選手なんか今選手並みのきつそうな顔してたけど、ね、いやいや分かるんで、きついやろなと。本当に9連戦だって、だってきついよ。まあ、ボランチの選手はやっぱりきついのかな、9連戦は。いや、きついっすよ。うん、まあ、その、まあ、こう、ポジションによってね、変えてくるとは思うんですけど、うん、けどやっぱ休みないって、こう、常に試合があるって、やっぱこう、メンタル的にやっぱこう、うん、ちょっとこう、しんどいな、かなっていうのはあるですけどね。まあ、でも、勝っとけばね、勝ち点差たっとけば、まだね、まあ、気持ち的な部分はいいんだけど、まあまあ、負けてたら超きついよな。でも、負けでも次すぐ試合あるんで、どっちやねん。まあ、でも。その修正は試合で修正できるじゃないですか。まあ、どっち？え？どっち？まあ、どっちもどっち。まあ、まとまらないじゃん。いや、まあね。まとめるつもりないですよ。まとめるつもりない。負けてもでも次修正できるし、あ、そう、勝ったら勢いでいけるみたいな。まとめるつもりないんだ。はい。でもなんでやんねん。まあまあまあ。まあまあまあ、今まあ9連戦終わってね、まあ、こういう状態ですから、まあ大分トリニータはまあ
今12位かな。まあ今後どんどんね、また次9位か、今9位なんで、そっからね上位に上がってくると思うし、ちょっとこう見といてな。いやもう見ますね、今からね、ちょっと J2 を J2 面白いから、マジで J1 も面白いけど J2 見てみて。俺も久々あのいろんなチーム見てるけど、すごくいいサッカーしてるチームが多い。もうレベルがやっぱり昔と全然違うもん。サッカー自体はやっぱり変わってきてるかなっていう部分もあるんでね、ちょっと見てください、はい、でまた呼ぶから。はい、で次はあの企画内容は何だ、あの大食い大食いをやろうかって今ちょっとなってんで、いや本当聞いてないですもん。雄大と雄大とちょっと大食いするんで、お前何が食べたい、何で大食いする、何で大食いしようか。雄大さん何が好きなんですか。いや待って待って待って、俺やるとか言ってないし。でもレギュラーだからちょっといつもサッカー番組的な感じでね、違うところを見せたいなっていう、雄大と。なんでお弁当とかね。だからもう雄大が食べたいもので勝負しようや。でこれ負けたら罰ゲーム。ラーメン。ラーメンめっちゃ強いですよ。えマジで。ラーメンが一番食べれた、うん、あ感覚的にね、うん、でも今俺言われたやつの中見たら俺もラーメンかなと思ってます。ビビるぐらい食べます。えそんな食べる。えぐいっす。いや普通より食べる。ゆのっちが食べないからいやいやでももう多分ラーメンで行く。普通、待って待って待って、なんかすげえ、なんかでも勝ったみたいな雰囲気出されたんですよ。ラーメンって瞬間に俺勝つよみたいな。ラーメン。いやあのもうドロドロやめよう。絶対言いにくるもん。いやマジで。いやだから、いやいやラーメンに行く。じゃあラーメン屋さんも指定しようか。ああいいですいいですいいです。それかもうカップラーメンにする。いやいやそれはやめよう。いやもう予算的に厳しいから現実現実言うじゃあ皆さん次回ちょっと楽しみにしておいてください、はい、井上雄大がどれだけ食べれるか。カップラーメンでチャレンジしますから。いやなんかよ。よろしくお願いします。じゃあ今日はねこういう感じで終わりますけどいいですか。いや俺は言い残すことはないですか。いや俺十分です。爪痕残さなくていいですか。いいなんかあのやります芝刈り機そろそろいいですか。芝刈り機庭も綺麗だから大さん、はい、あでも本人いないじゃないですか。もういないじゃないですか。まあ次回楽しみにしておいてください皆さん、はい、じゃあ今日はこういうことで、はい、はい、さよなら。とまあ僕の順位予想なんですけど、まあ、簡潔に言うと、まあ、基本的に今まあ上位にいるチームと、あの多分まあ実力、個人の実力があるんで、まあ大分は多分上がってくるなっていう予想と、個人的にまあ千葉はそろそろ上に上がってほしいなっていう、希望です。簡潔に言われました。なんか一人だったら面白くないな。いやそう、なんかこう掛け声欲しいですけどね。そうやろ。まあまあ、でもやっぱ一人でやるって難しいですね。でもなんか無難な順位予想だね。いやでもあの長吉さんよりいいんじゃないですか。言っとくわ。はい、まあ一応こんな感じかなと。はい、はい。